免責事項。この動画は、記載した情報、予想及び判断は、有価証券の購入、売却、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。投資にかかる最終決定は、皆様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。株に関するトラブルについては、一切の責任を持ちませんのでご了承ください。ウプ主が有り金を溶かす日常を淡々と残す動画です。どうも、有金を溶かすゆかりです。皆さんは忙しい。1.75 倍速推奨だぜ。ニコニコ投稿復活しました。内容違います。フォローをなさす。それじゃあサクサクスタート。総選挙がちらついたからでしょうか。日本株はやや好調でした。選挙はお金が動きますからね。どこか恩恵を受けるのでしょう。中面企業批判されてますけれど、批判されるっていうことは、儲かってるってことなんじゃん。って私は思うよね。まあそこがどこかって話ですけれど。アメリカ個別は、PayPay 証券でやろうかなって思います。ドルコスト均等法を外貨には使わないとリスクが怖い。リスクとはベネフィットでもあるので、どこに趣を置くかですが、焦らず行きましょい。それじゃあまたお会いしましょう。